こんにちは。さあ、恒例の、はい、デイゲームの YouTube 生配信。ねえ。はい。この前負けたんだよな。何の話？この前で何ですか？罰ゲームで。何ですか、この前って。いやいや、ヤクルトを飲み続けるという。ヤクルトを飲む。でも今日は、巨人対ヤクルトということでな。ヤクルト？なあ、飲み続けるという。なんだ、ヤクルト ね。そうです、そうです。今日は巨人対ヤクルト。両方、投手のね、先発目、投手出てます。巨人はメルセデスで、ヤクルトは小川投手。ライアンが、はい、小川がね、連敗ストッパーになってるんだよね。うんうんうん、ずっとヤクルトが連敗してて、小川が止めるという、うん。で、今日も連敗中。で、小川が止めなければ、もう奈落の底に落ちていくと。そうですよね。まあ、大事な一戦だよね、ヤクルトにとっては。そうですよね。巨人は余裕のよっちゃんだから。もう本当今、いや余裕 9.5 ゲーム差だよ。もう首位独走中ですよ。まあ独走だね。そうですよ、うん、まあそんな中ね、うん、昨日も見てて巨人ヤクルト戦、うん、あ、ヤクルトいい流れだったのにな。そう、でもそっからがやっぱ強いよね、巨人。そうなんですよ。で、中継ぎもいいですしね。いや、それでやっぱ巨人の野球だなと思うのが、ホームランで勝つよね、はい、まあ、大城の同点ホームラン、はい、で、岡本の決勝ホームラン、はい、やっぱホームランが出る時のジャイアンツは強いよね。おお、うん、あ、皆さんありがとうございます。もう136人の方見てくださってます、はい、ありがとうございます。1192197さん、これは生の持ってきてますか。そうです、生ですね。生配信です。はい、そうです。あー、デイヤヨイさん、そんな中メルセデス投手頑張ってというふうに来てますけど、まだ頑張ってって、これ以上ジャイアンツが頑張るとつまんなくなっちゃうからね。で、メルセデス投手は前回ようやくこういいピッチングが、はい、できたなっていう感じですよね。前回が9月7日の阪神戦6回投げて、失点ゼロ、はい、で、一方の小川投手は前回9月6日の中日戦なんですけれども、こちらも1失点、8回で1失点ということで、はい、立ち上がり悪かったんだけどね。でもね、よく立ち上がりすぐポンと点取られて、はい、でその後やっぱりさすがだよね。そうね、勝ってるピッチャーってやっぱ立ち直りが早いね。あ、修正力が強い。強いですね。はやぶささん、どういう展開に今日はなると思いますか。今日はある程度投手戦になってくれないと、うん、ヤクルトも持たないよ。ヤクルトが持たないってことですね。ヤクルトが持たない。ただ小川の立ち上がりっていうのはこの前見たけど、はい、悪かったね。だから立ち上がり注意で、2回以降3回とかだったらもう落ち着いてコントロールとかも、うん、はい、すごい安定してたんだけど、うんうん、立ち上がりちょっとバラバラ感があって、はい、あ、これは危ないと思ったんだけど、なんか修正力があるよね、やっぱり。うん、だからすぐ立ち直って、その後ゼロに抑えていったけど、はい、やっぱ立ち上がり大川はね、気をつけなきゃいけないのが。そこですね。メルセデスは割とね、はい、いいんだよね、立ち上がりから。はい、マックスでいけるというか、うんうんうん。あとはメルセデスはスタミナじゃない。何回までその持つかっていうところですかね。そうそうそう、ゆうたさんです。今日のスタメンについて解説をお願いしたいです。今日のスタメン、はい、まず巨人からスタメン、はい、1番坂本、2番松原、3番亀井、はい、4番岡本、5番丸、6番中島で、7番大城、8番吉川直樹、そしてこれ巨人、まあ大体不動だよね、不動になってきてるよね、はい、だからまあまあ気をつけなきゃいけないのが、うん、やっぱ坂本が昨日全然会ってなかったけど、そうなんですよ。その前はすごいね、打ったりとか、はい、名古屋ドームでは3連発もあったしね、はい、まあしぶとい亀井が入ったりだとか、うんうん、まあまあ不動のオーダーだよね、うん、これケンタンさんが吉川直樹選手を1番に戻さないのは坂本選手が1番で調子がいいからなんでしょうか。まあそれとやっぱり吉川直樹が、はい、のところを流動的にしときたいっていうのがあるんじゃない、セカンド、はい、だから上位に持っていって、そこが流動的になると、はい、やっぱ流れとか、うん、そういうものに関わってくるから、はい、吉川直樹を8番に置いとくと、ね、っていうところなんです、うん、で、ヤクルトのスタンドがいきます、オーダーは1番坂口、2番青木、3番山田哲人、4番村上、5番中山、6番西浦、7番エスコバー、8番西田、そして9番にピッチャーの小川。昨日この中山の選手は筋肉ね、カチカチですよ。すごいですね。まあ力はあるんだよね、うん、ただ昨日先発じゃなかった人間が、はい、今日5番に入らなきゃいけないっていうところに苦しさあるよね。確かに今日5番ですからね、うん、いきなりもまあ確かに昨日のねバッティングを見てると、はい、期待感はあるんだけどね、
まあクリーンナップは、うん、なんかしっかり3人は不動でいてほしいなって思うけどね、うん、そこがねやっぱりちょっと、うん、ちょっと苦しいね、チーム事情を表しているのかなっていう感じなんですかね、うん、あとはコメントにもあったのが、巨人キラーの、あ、のぞみさんです、はい、巨人キラー青木さんを何とかしてくださいという、ね、青木選手のことだと思うんですけど、巨人キラーってさ多少打ったっていいでしょどうにかしてくださいって言ったって試合には勝ってるわけだからさ巨人はねそこら辺打たしちゃってよみたいな感じだけどねそうですけどね、うん、あとはまあヤクルトがこの小川投手がいいピッチングして最後まで9回まで行くのか、それともやっぱり途中で中継ぎ陣を出してまたちょっと苦しい展開になってしまうのかとか、まあ、小川球数がいるからね意外に、はい、うんうん、だからまあリリーフっていうことも考えなきゃいけないとは思うけど、はい、だけど行くにしても8回9回だね、うん、7回までは投げてほしいね。そうですね、3イニング打ったらやっぱちょっとかったらくなるわリリーフ陣が、うん、せめてじゃあ8回までは行ってほしい、うん、だから7回から使わなきゃいけないピッチャーを2イニングで凝縮して使ってほしいよね、はい、例えばもう1人1冊とかさ、あ、もう1対1で、うん、だから7回になってくると、はい、なんか1イニング完結しないとピッチャーが足りなくなる可能性がある、はい、じゃなくて7回まで行っといてくれて8回9回をその7回8回9回で使うピッチャーを凝縮して使うという、うんうんうん、そういう風な割合で行ってほしいけどね。あと望月龍之介さん、それから、早草さん、小林誠司選手はトレードになりそうですかとか、 FA の動画を早く動画撮ってほしいですとか来てるので、なるほど、これちょっと後で撮ってすぐなんかあげますか、ね、明日とか明後日あたりに。ロッテはね、うん、ちょっと苦しいんだよね、キャッチャーが、うん、田村がね、怪我したんだよ、正捕手が、はい、あ、そうですよ、田村選手ですよね、そうだいや、だから、うん、今年に限っては、うん、貸すよというトレードはあってもいいよね、ある意味ちょっとレンタル的なものって言ってましたね。そう、レンタル的なことで言ってもさ、うん、まあ菅野が小林がいなくても勝てるっていうのが分かったと思うんだけど、今年そうですね、でも相性的にはやっぱ小林なんだよね、うん、で、まあロッテも、うん、まあ優勝を狙おうか、まあ2位まで絶対入りたい、うん、まあそういうことがあるだろうね、うん、そしたら出血しても、うん、おそらく小林を出してもいいと思ってると思う。その代わり巨人は何、どれ欲しい、どれというかどの選手とかどの場所の選手が欲しいんですか。いらないけどねでもメンタル量だけもらうってことですか。ただやっぱこうピッチャーはいくらいてもいいよね。まあそうですね、うん、それとやっぱロッテには速いピッチャー多いから、だからそういうピッチャーをもらうとか岩下とか、はい、そういうピッチャー、左は結構いるからね、もう長すぎて。わかりました、ちょっとじゃあこの続きは後で動画を撮って後日キンキンに、うん、まあね、ちょっとね上げましょう、今ちょっとホットな話題というか、まあそうだね、まさか先週の生配信の時にね、コメントで来てたじゃないですか、沢村投手と藤浪投手トレードってないですかねって言ってたのね。いやだから沢村の活躍を見るとさ、はい、藤浪もしてやった方がいいかなと思うよね。でこの前さ、はい、11失点するまで変えなかったでしょ、はい、うんうん、巨人戦かなんかで、はい、あれでやっぱしらけるよねチームは、うん、なんかもう見せしめとかさ、はい、なんかさらしもんみたいな感じだったじゃない、うん、だそういうのって俺はなしだと思うんだよね、選手のそのプライドとか、プライドとか、うん、で藤浪のその旧歴を考えるとさ、うん、そんな扱いをしていい選手なのかっていうことだよね。確かに腹は立つよ使ってて、はい、うん、でももうああいうふうな状態であれば、はい、もうあれをしてやった方がいいかな、トレード、パ、うん、リーグのチームに、まあね、沢村投手がポポンと、ね、抑えるというかね、まあそうだね、いや圧巻だったもんね。あの雄たけび見ました？見たよ、もうあの顔が悪役だからね、あいつはちょっとヒールっぽい感じ。ヒールでしょ、もうあれはな、どこに、誰に対する雄たけびだったんですか？相手チームなのか、プルスなのか。いや、やったぜって自分でしょ。見返してやった？よし、みたいな。まあ見返してやったまでは飯田橋とか水道橋方面にじゃないですか。まあちょっと向かってたな、顔は顔向かってましたか。なんちゅうこと言うんだろうないやいや、でもそういうね、逆にまあ恩返し、巨人の恩返しプラスやっぱりほら自分を保湿してどうだみたいな、そういう思いも大事じゃないですか、闘争心としては。まあただ井口監督もうまかったよね、使い方が、うん、もうすぐでしたもん、うん、で6回って決めてたらしいんだよね。はいはいはい。でどういう状況でも6回だったらいい。俺勝ちゲームでまさか使うとは思わなかった。
だって巨人の3軍まで行って、そうですね、2軍に行って、しんのすけに怒られてみたいな、そういう状態の中でトレードでしょ、はい、でいきなり使うとは思ってなかったけど、やっぱりこう、実力はあるんだね、しっかりしたものはね。あと話題になってたのが、沢村投手、背番号間に合わなかったじゃないですか、あの背番号が、ポケモン GO に沢村っていうね、ポケモンがいるんですよ、その沢村の数字が、ユニフォームのあの数字と、そう、一緒なんですよ。だから、あ、なんか沢村みたいな。じゃあそれからこれから見てたでいいじゃん。もういいかもしれないですね。こうなったら確かに。あ、のぞみさん、藤浪投手は、行くなら日ハムか西武がいいかな、いいなという、まあ、あの個人的な、ね、そうだね、あれでしょうけど、まあ、西武とかが合いそうだけどね。うん、藤浪投手、西武もピッチャー陣がね結構、森もいるしさ、あ、大阪桐蔭、であの榎木だとかさ、阪神トレードして成功してるし、はい、うん、なんとなく西武がいいかなって思うよね。うん、でもあんな環境変わってね、いきなりっていうのはやっぱすごいですね。まあでも緊張感ある中で井口監督が使ったよね、沢村を、はい、でもう考える暇もないよね。トレード決まりました、あ、次の日会見しました、あ、ユニフォーム着ろ、グランドゼロでしょ、はい、投げろでしょ、もう余計なこと考えなくてよかったもんね。あ、逆に、うん、開き直ってできたのかもしれない。開き直るというか、もうどうなっててんだみたいな、うん、しかも風も結構あった中で、あったですよね。いや、それで、はい、なんていうの、その三者三振で、はい、もうチームの一員になれたみたいな感じじゃない。いや、そうですね。で、後輩の井上は直立不動でお出迎えしてみたいな。はいはいはい、ね、さあ、ゆたかさん、はい、そろそろね、試合始まりますけれども、ね、さあ、今日は何対何でどっち勝ちますかね。まあ、巨人が5-3。5対3で勝ち。巨人の勝ち。はい。あ、じゃあ、ライアン側から、まあ、5点。先輩が止まらないという、ね、あ、なるほど、巨人か、やっぱり。でも、私はヤクルトが5対4で勝ちにします。1点差。1点差にします。あ、始まりましたね。いきなりですけれども、初球どうですか ?2 球目か。まあ前回の罰ゲームは後半にします。今何か、そうだよ、そういうボードが見えました。罰ゲームがあって、はい、外れた方、はい、ね、前回やったのは、広島対 DeNA、はい、俺が DeNA、はい、森内が広島、はい、DeNA が8対5だったかな。そうです、そうです。そのぐらいで勝ったよね。結局広島は一回逆転したんだけどな。ショーの選手の逆転、あ、ツーランかなんかだったんですよね。そうですよ。まずサードゴロですね、はい、坂口選手はなんと。これ岡本は上手くなったね。サードの守備が。うん、それとね、特徴的なんだけど、はい、送球のミスは絶対しない、この子。あ、そうなんですね。いいんですね。送球がいい。送球が。だからキャッチボールだよね。キャッチボールがしっかりできてる。あのキャスさんも岡本守備が安定してきましたねって言ってますね。でね、送球のミスが絶対ないんだよ、この子。それはやっぱり高校時代からだったんだと思うよ。やっぱりさ、キャッチボールっていうのが、はい、もう野球の基本中の基本じゃない、はい、もうそれがしっかりできてるよね。あと例えば外野も守れるとか、例えば他の守備の守備位置もできるっていうこともやっぱりそういうのにつながってるんですか。どうなんですか。まあどこやらしてもやっぱりこうキャッチボールができる子ってうまいよね、うん、まあ、反応だよね、あとはね、はい、まあ、そんな感じで青木選手も内野ゴロ、うん、これで2アウト簡単に取りましたけれども、巨人キラーの青木はあのバッティングではちょっとあれですね、困るね。いや、困りますね。そして山田哲人選手、メルセデス投手いいですか。割といいと思うよ。うん、あの立ち上がり、まあ、2人だけだけどね。はい、高さん、今日の罰ゲームは何ですか。あ、確かに今日は特に決めてないので、うん、また後で決めましょうか、ちょっとね、後でな、はい、はい。あ、これ本当ですか。広田角之助さんですかね。角之助さんでしょうか。岡本選手、もともとピッチャーやってる、まあ、とか、まあ、あのね、大体、うん、ピッチャーやってるよ。そっかそっか。あの坂本ぐらいだよ。坂本選手ぐらいではやってない。あれ、坂本選手はピッチャーやってなかったんでしたっけ。多分、シニアとかの時にマー君いたからな。でもマー君最初キャッチャーですよね。あ、そうだっけ。そうそう。まあ、でもね、大概の人間はやってると思うよ、ピッチャー。ピッチャーは。あ、マイマイさん、巨人ダントツで失策少ないですもんね。少ないね。隙がないのかな。でも隙がないから負けないっていうことはないからね。何かが、何か隙はあるんですか。
何か巨人でもありますか。でも見当たらないけど。ちょっと、ね、言ってることが。たださ、はい、俺思うけどさ、はい、打順の組み方ってあると思うんだよ。で、まあ双璧のチームと戦うときは、うん、もうそんなに相手と変えなくてもいいと思うんだけど、うん、こんな強いチームとやるときは、うん、俺変えてもいいと思うんだよ、ね。打順を大幅に。ヤクルトが。もうね、打てる順番から並べていくという。あのゲーム方式ですね。うん、あのいいゲームだと。そう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 。はい、山田哲人選手ツーベースです。うん、まあ、これでね、まあ、村上は嫌だけどね。そうですよね、村上は嫌だけど、村上もそんなに状態今のところ良くないね。ちょっと落ちてきてるんですかね、うん、でもよくやってんね。3割2分5厘ホームラン12本、若いのに50打点、はい、だけどちょっとホームランが少ないね。少なくなってきた、はい。まあ、岡本選手がね、セ・リーグはやっぱり引っ張った時に打球が上がらないんだよ、うんうん、流した時は上がるんだけどさ、うん、だからそこら辺でちょっと苦しんでるかな。村上選手としてはここはどういうバッティングに。もう返すだけだよね、二塁の山田哲人選手と、うん、いうことは どっち方向だったりとか、どう意識して、まあ、言えばセンターから流した方がヒットの確率はあるよね。うん、なんでかというとメルセデスがインサイドにあんまり投げるの上手じゃないんだよね、はい、左バッターの。ということは外に気持ちを置いといた方がインサイドはファールでもいいから、うん、その方が確率は上がると思うけどね、うん、まあ投げそうになってインサイド来る時もあるからね。でもやっぱ外ですね、うん、これ3球外でしょ。だからあのやっぱり村上の中で、はい、やっぱりインサイドが来るんじゃないかっていう頭があるんだよね。あ、そっか。だからなかなか割り切れないんだよ外っていう。じゃあインサイドが来た時にその球を打とうっていう意識があるんですか。そうそうそう、だから投げ損ないしか来ないから、はい、だから投げ損こわなかったら、うん、ああいうような結果になる。そうです、今ね、うん、まさに。あ、俊介さん、はい、さっき あの打順でもう巨人に隙はない、だったら対戦相手のオーダーがもう打てる人から並べていった方がいいんじゃないかということで、俊介さんは例えばヤクルト1番も村上とか、まあ、村上っていうよりも青木でもいいよね。例えば1番、それはやっぱりさ、ある程度適任っていうのがあるからさ、うん、で相性がいいのは青木でしょ、巨人戦に、うん、で青木1番にしといて、2番村上にしといて、うん、3番山田でしといて、うんうん、っていう風な打てる人間から並べていくと。なるほど。そうするとだん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 打てなくなってことです。もうだから打てなくなった時はもうほっとく。ほっとく。いや、もうそこの会話を捨てる。ああ、っていうことですね。うん、でもそっからチャンスが来たとしたらさ、はい、仮に上位に、ま、帰ってきたらさ、それはすごい、ね、それはもう大量点になる確率はものすごく上がるわけじゃない。はい、でも1番坂口、2番青木、うん、3番山田っていう風になってくると、うん、坂口は左対左に対してメルセデスに対してどうなのか、はい、うん、左左って並べてるということは確率的には普通に考えるとだよ、うん、ちょっと得点能力が落ちるっていうような感じで、で山田から、でまた村上左、うんうんうん、でなるとさ、まあ、こういう結果になる可能性が強いよね。右は出るけど左は打てない。だからまあそこら辺のデータはまだちょっと調べてないけど、はい、でもメルセデスにいい順番から並べるとかね。なるほど。あ、その投手に相性のいい選手の順からどん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 並べていくってことですか。だからクリーンナップで人間を返す、打点を稼ぐ、まあ、そういうのは理想だけどさ、はい、そのようにいかないから負けてるわけでしょ。そうなんですよね。だから何かやっぱこう奇抜な手を打ってほしいんだよね、各チーム、巨人に対しては。なんか真っ向から正統派で行くんではなくてっていうとこですかね、うん、だからトレードにしたってさ、さっきの、はい、うん、まあ、例えばは、あ、阪神、はい、DeNA、うん、これ追っ手が2チームなんだよね、もう、うん、絞られてるというかさ、はい、そうなってくるともうトレードやってもいいよね、弱いところ、うん、あ、だって向こうも2しかないわけでしょ、パ・リーグも、うん、それさ、2位かって言ったらどこになるんだっけ、楽天、はい、西武、日本ハムとかでしょ、もうそこにレンタルでいいから貸してくれとかさ、うん、そういう制度があったらそうですよ、まあ、制度というかさ、うん、その球団の取り決めでいいわけだから、はい、とかね、はい、ガイアフライでワンアウト取りました。そしたら、はい、まあ、とりあえずこの選手を貸すから、うん、この選手貸してくれと、うんうんうん、もうそうやって追っていくしかないよね。もうそれでしかもう追っていけないってことですね、追っていけないよ、1位の巨人も。
あ、スポチャ来ました。桐野さん、はい、ありがとうございます。日本ハムと楽天がなんかとんでもない試合をしてるって来てるんですけど、そうなんですか？どんな試合をしてるの？わからない。ちょっと調べてみる。はい。え、あと、え、阪神、え、藤浪投手スリーラン打ったっぽいですよ。本当ですか？コメントで。スリーラン打たれてんじゃない？あ、打たれたの？だって広島が3点入ってんの。そっか。ああ。え、どうなって6対6。楽天、日本ハム。6対 6。6？もう3回で。もうですか？もう。どんな、すごいな。もうノーガードの打ち合いも移動だよね。うわ、6-6。ピッチャー疲れ果ててきてるんですかね。まあ、そうだね。うん、あ、川さん、藤浪投手、前回同様にストレートばっかり、ストライクが入らない。まあ、環境だな。そうなんですね。いや、この前もさ、やっぱあそういう扱いをしててさ、はい、されたらさ、うん、なんかちょっとやる気が失せるよね。なんかそんな感じがする。モチベーションですよ、ね、モチベーション。もうじゃあ9月30日までになんか出る可能性も十分ありますね。こうなってくると今日の試合によっては、うん、それか水面下でもしかしたら動いてるのかもしれないしっていう、まあ、動いてるよね。あー、広田格付けさん、あ、日ハムが、あ、楽天が岸投手で日ハムが有原投手の投げ上げ、この点です。岸投手ほど久しぶりにというか戻ってくるんですけど、ひどい、はい、ちょっとこの両投手でその66っていうのはあれ大荒れだね。はい、大荒れです。あ、小川投手珍しいね。立ち上がりいいです。立ち上がり良かったね。はい、お、いい。まあやっぱりジャイアンツっていう緊張感かな、首位のチームという。はい、前回は中日だったからね。あ、そっかそっか、うん、中日って大体打たないっていうイメージがあるから、はい、だから少しふわっと立ち上がったのかもね。あ、M.M さん、巨人のマジックはいつ頃点灯しそうですか？今日にも出そうだよね。あ、でも最短で来週の火曜とか来週水曜とか。そうだったの。そうなんですよ、最短でも。そうなんです。昨日負けで阪神と DeNA が、はい、昨日勝って38が出たんじゃなかった、はい、いや、昨日はね、まだ出てないんですよ。だからいわゆる来週とか今週ですね、うん、だからあと2日、3日後。まあ時間の問題だよ。そうですね。時間の問題だよ。だけど諦めちゃダメなんだよ。どうしたんですか？いや、よく言われたんだよ、俺らも。はい、諦めんなよって、最後まで。はい、いや別に諦めてないけど、戦力が違いすぎるやないか。まあまあそうですよね。あ、もう815人の方が見てくださってます。ありがとうございます。ね、今日もお天気悪いですし、先週もね、ちょっと台風でお天気悪かったですけど、今週も不安定なので、ね、試合、雨中とかもありましたけれども。じゃあ、この続きは。おまた明日、また明日じゃないですかね。また、あと、後ほど。じゃあ、こんにちは。なんか暗いね。え？暗いね、挨拶が。なんで明るいんですか？まあやっぱ予想通り巨人がリードしてんなっていう。リードしてんなだからな。まあ、まだ勝負は下駄箱まで分かんないから。そうなんですよ。この後、ね、これ8回の表になるんですよね。そうだよ。で、今や2点をヤクルトが追いかけてる状態。ただやっぱ巨人のあの後ろはいいからね、中継ぎは。うん、あれ今中川投手ですか？ちょっとヤクルト並んでるけどなって。なんで蓋が全部開いてる？やっぱ応援したいからね。いや、そうですよ。私としてはヤクルトに、うん、いや、ちょっと待ってください。これそもそもこれは今日の罰ゲームではなく、前回の広島対巨人戦です。途中で宇田川さんが帰ってしまった時ですよ。そう、宇田川さんが帰った後に長野選手が逆転のツーランかなんかを放ったんですよ、うん、あ、やったと思ったら結果広島負けちゃったみたいな。まあ俺も覚悟したよ、罰ゲーム。そうですよね。だから宇田川さんが先週のあの試合で罰ゲームだったら、あれですよね、バナナフラッシュ、バナナスプライト。あ、そう、バナナスプライト。バナナを食べた後スプライトを一気に。そうそうそう。で、私がヤクルトを飲み続けられるところまで飲み続けるっていうね。ああ、今中島選手のね、ホームランのリプレイある完璧な当たりですね、あれ。どこまで行きました？中島はやっぱ今年またね、生き返ったね。うん、本当そうですよね。で、ここにはね、私はヤクルトをもう頑張ってと。もう罰ゲームはもう、まあ、飲み続けるというね。飲み続けるんです。まあ、ここにも積んであるから大丈夫だよ。あ、もう本当に。いや、だから今日
ちょっとごっちゃになってますけど、これはこの罰ゲームは前回の広島巨人戦です。そうそうそう、私が負けた罰ゲームで、今日は豊さんの予想が巨人勝つで、私はいやいやヤクルト勝つでしょ、三立てはないでしょ。で、今回の罰ゲームは、うん、まあバナナスプライトでしょ。そうですね、引き続きね、はい、で、森藤は尻文字、うん、ケツ振りまくりというね。なんで飲むのからそんな恥ずかしめさせられるんですか。あまり体を酷使しても、いや、お尻の文字も体酷使するじゃないですか。いやだけど視聴者の人は喜ぶんじゃない、男性は。なんで俺が尻文字しても何にもつまんないでしょ。いや別に何にもつまんないですけど、私今日やんなきゃダメなんですか。いやそれは来週でいい、まあ、来週ね、いや来週ね、まあ、来週予定ではあれだよな、来週予定ではまた日曜日という。あ、そうです。また来週の日曜日に巨人戦で、巨人戦デーゲームを生配信するんですけど、するんですけど、まあその時に、はい、まあその日の予想をし、またあれだよね、罰ゲームをその時にどっちかがやると。そうです。まだゲームが決まってないから。そうです。8回表で、まあ皆さんは俺を応援してると思う。この試合ですか。だって尻文字見たいでしょ。そんなスプラウト、スプライトよりもですか。言えてないよ、動揺して。いやもう動揺も動揺ですよ、本当に。あ、さあ見てくださいよ、中川選手さ、スリーボールワンストライクですよ。まあね。まあね。まあただ中川がこの前失点してんだよね。はい。だから中川が悪ければまたスパッと変えると思うけどね、今日も。あ、打たれた。よし。センター前だ。よし。ノーアウト一塁、坂口選手ですよね。これは引き分けだったら、仮に引き分けだったらどうする。引き分けだったら、やっぱ豊さんの負けですよ。いや、なんそれは男ですから。いや、男女関係ない。いやいや、現役選手だったんだもん。いや私、一切やってる経験ない。ちょっと待って、はい、引き分けだったら、お互い罰ゲームをする。意味がわからないな。じゃあ、その勝敗は持ち越しと。持ち越しする。あ、ダブルでいい。ダブル。あ、よしよし、これで来ますよ、クリーンアップに。まあ可能性はあるな。はい。いやー、お願い。なんか質問とかしてませんか。質問ますよね。はい、M ネガティさん、はい、ヤクルトの中継ぎの長谷川投手についてどう思いますか。はい、いや長谷川優秀だよね。うんうんうん、で球も速いしさ、力あるしさ。はいはい、ただやっぱあの一シーズン働いたことないから、はい、ちょっと疲れは来てるよね。ゲッツー青木らしくないね。巨人キラーいやらしくないですよ、こんな簡単に。いや青木の頭の中では、はい、多分ね、引っ張りに行かなきゃいけないんだよ、この打席は絶対に、はい、ランナー一塁で、はい、で流したということがやっぱもう腹、自分に腹立ってるんだよ。だからこれ反応しちゃったんだよ。体が反応しちゃったってことですか。そう、勝手に。でね、これはね、絶対引っ張りに行く場面なんだよね、はい、青木にとっては、はい、でもサードゴロゲッツーっていうのは最悪の結果だよ、ね、じゃあもう多分ベンチで今、ああもうそうですね、もうね、怒り心頭だよ、自分に。すごい苦渋の表情でした、まあそうでね、私も苦渋の表情でした。これから見れるけどね。何をですか。いや、この前の罰ゲーム、はい、ヤクルトのみうわ、嫌だ。多分鼻から出るんじゃない。やめてください。そんな一応女子アナですよ、鼻からなんか出せませんよそんな。いやもうね、ここでね、山田哲人選手のソロ、そして村上選手のソロホームランで追いつきます。まあ追いついたところでっていうことだよね。なんでやっぱジャイアンツの底力ってさ、はい、今年よく感じるのは、はい、昨日でもそうじゃない、まあ、追いついて逆転してすぐその裏、大城の一発で簡単に返すでしょ、はい、そういう強さがあるよね。うん、あ、これ小久保、古久保隼人さんでしょうか、今シーズンメジャー挑戦する選手っているんですか、はい、なんか菅野投手がポスティングかなんかで行きたいみたいな、まあ、なんか行きたいっていうのは多分行かないんじゃない。あ、それなぜかというとコロナの影響だよね。でメジャーもさ、年俸で揉めてるじゃない、はい、だからそんなに日本から行ったからって、うん、あの払えないよね。まあそうですね。ああ、だって何十億でさ、はい、契約した選手が、ライト前ヒットです。はい、
何十億でさ、はい、契約した選手が何億でしょ今年支払われるのは、はい、もうそうなってくるともう経営圧迫してるもんね。もうメジャー、そうですね、メジャーも、はい、だから俺は多分挑戦しないと思うし、はい、メジャーも取らないと思うよ余計な選手は。そうですよね、うん、ポスティングまでしてとかその日本人選手にそのぐらいのお金はって言って払えないと思う。確かに。だから日本の球団も、はい、やっぱこのままじゃさ経営難になって、はい、なんか手放す球団も出てくる可能性があるよね。あ、選手をですよね。まあ選手、球団自体を。球団自体をってことですか。でも手放すからって買う企業があるかどうかだよね。厳しいですよね。厳しいよね、はい、あ、ヒット、よし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 、はい、2アウト2塁1塁になりました。筋肉出てんのかな、交代してないか。交代してなければここで中山選手ですね。そしたらピッチャー変えると。あ、でホームランですよ昨日みたいな。いや、そしたらピッチャー変える。中川選手、中川投手変えますか。誰に変えますか。あー、これ、あー、すいません、そうですね、皆さん、うん、なんかあるっすね。今何人の方、今487人の方ですね。523人。おー、すごいね。ありがとうございます。アイレオサシスセソさんは中山投手頼むということで、はい、巨人ファンの方ですよね。あきらさん、森藤さんは推し球団ってあるんですか。いや、特に推しはないですけど、私はあの森重さんと、まあ、もともと好きなのが中日とか西武とかだよね。あ、西武とか、まあ、ちっちゃい青いのが好きなんですよ。違う違う、今年のラッキーカラーが青なんですけど、でも気合入ってますよ、中山選手。いや、俺はね、この選手は舐めない方がいいと思うよ。はい、で、変えないけど、ピッチャー、はい、左は特に強いと思うよ。まあ、本当ですか。じゃあもうみなぎってますもん、中山選手がもう、うん、でもね、ここでね、はい、右ピッチャー出したところで、はい、おそらく代打使ってくるんだよね。あ、向こう、ヤクル…え、ヤクルトが、ヤクルトが、あ、変えてですか、うん、はい、あー、ここはちょっと手に汗握る、これをラストチャンスですかね。あ、いい球ですね。だから今なのになぜ反応しないかっていうことだよね。はい、ど真ん中で。だってね、やっぱりこう大きな変化っていうのはさ、はい、もう相手が自分が苦手だっていうのを分かってそれ投げてくるじゃない、はい、その苦手に挑戦してほしかったよね。そうですよね。だからあのボールを待ってないと必ず来るから、パワー系のバッターに対しては。はっ、えらい詰まったな。何、なんでアウトですよね、スリーチェンジアウト。もちろん。ヤクルトだけはフォーアウトはないから。ないんですか。ないない。うわ、今なんか、あー、いいとか当たったかなと思ったら、もう坂本選手がいました。詰まってんな。だから前のボールを見逃して、はい、あ、もう一球来るんじゃないかなっていう迷いだよね。それで振っちゃったんですか。迷いから遅れちゃったんだ。振り遅れ、うん、振り遅れ、だから詰まったんだ。だからまあ最初まっすぐね、待ってたと思うんだけど、はい、もう初始貫徹でまっすぐだけ待っとけばよかったんだよね。だから今の球は振らなければよかったってことですか。だからその前のボールが変化球、うん、大きな変化球でストライク取られたでしょ、はい、あ、やっぱりこのボールかと思って、うん、おそらく続けてくるかなと思ったんだよね、中山の中では。だから遅いボールを待ってて反応しちゃったんだよ、速いボール。あー、だから詰まっちゃった。そうなんですね、うん、ね。はい、ヤクルトだけフォーアウト説ですね、本当に。そうですよね、そんなことはない、ね。アスパチありがとうございます。カズシ8963、特にあのご質問ないんですが、お金だけをくださいました。 ありがとうございます。すいません、本当にヤクルト、ね、ヤクルト代ということで。本当だね、本当にありがとうございます。あ、はい、あとは、あ、あ、ユナカタさん、巨人は勝利の方程式2パターンくらいできてるな。まあ、ローテーションが組めるぐらい厚みがあるよね。だって昨日はデラロサ出してないですよね。出してない。そうなんですよ、本当に。あ、バチコーさん、丸選手は2000本安打いけますか。今何本なの。今どのぐらいなんですか。今シーズンではなくってことですね。ああ、でも可能性は高い選手だよね、うんうんうん、
あ、モンリサさんは青木選手3000安打いけると思いますか。今何なんだ。あれ日米通算の前なんかやってましたよね。3000本って結構まあまああるからね。でも俺坂本は可能性あると思う。ワンスさん今日はエミタソサンネルっていうのを知ってるからね。エミタソサンネルってですか。エミタソチャンネル、そう、あ、そうなんです。YouTube で、なあ、ボリュージェのチャンネルがあるから、はい、ぜひぜひちょっと見てやってください。エミタソチャンネルでカタカナで聞けば、はい、出てくるので、前回はちょっと心霊スポットに行ってきたので、まあいろいろ世界の珍事件だとか、はい、そういうネタをこすってるから、はい、そうなんです、そうなんです。だからぜひぜひ、はい、ご覧になってください。はい、8回裏ため息つくのでもまだ分からんっつうの。アウト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 、いとって投げてアウト、アイバンのアウト、はい、いいよいいよ、はい、いいよ。でもね、意外とさ、はい、8回裏ってチャンスを作らない方がいい説ってあるんだよ。そうすると9回表に逆転するとか。違う、はい、やっぱチャンスの後にはピンチありって、はい、ものすごいチャンスがあって、例えばこの巨人にね、はい、点が入らなかったら、うん、嫌な雰囲気が9回に流れるんだよね、はい、だからこのままのペースで8回さらっといった方が9回を抑える確率っていうのは高いんだ。9回だから8回攻撃するんだったらしっかり点を取らなきゃだろ、うんうん、本来だったらね。だヤクルトは取ってなきゃいけなかったってことで、チャンスを作らせてわざと0点に抑えると。ちょっと待って、これ VTR ですか。今じゃない、あれまた中地、そう、これさっきのじゃないですか。もうほんとちょっと、もうこういうのがありますよね。あら、だからこういう罰ゲームがかかってると。今日高梨投げない。あ、投げないんですか。え、だから高梨でしょ、あれベンチに。誰ですか、じゃあ最後。デラ、デラちゃん。デラの差出してくるんですか。いやだから、はい、8回に生実家チャンスを作らない方がいい説ってある。あ、そうなんですね。やっぱベンチも嫌なんだよ、点が取れなかったら。ああ、そうかそうかそうか。で、ブルペンで投げてるピッチャーってさ、はい、点取ったら嬉しいじゃん。高梨投手もう投げてます。あ、もう投げたの。はいはいはい、もう投げましたってみんな教えてくださって。 ありがとうございます。ちょうどね、高梨投手が多分投げてた時間帯に動画も撮影とかも並行してやってたので、ね、ありがとうございます、教えてくれたみんな。もう大谷も投げたんだね、つなぐね。いやもうだって巨人、まあ明日休みか。あれ月曜日。いや、あれセ・リーグって13日って、この後じゃないの。あるなし。あ、13、あ、そっか、パ・リーグが13連戦で、その後9連戦じゃない、火曜日から。来週がちょうど今週末とか、まあ、土曜日、金曜日あたりから連休が重なってるんですもんね。そう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 、明日休み。あ、そっかそっか。あ、これが13連戦の13連戦目ってことですね。そうそうそう、本当だからこの VTR ばっかり流すと本当ヒヤッとするので。まあね、でもホームランってでかいな。4打数1安打でもさ、ホームラン1本打ちゃ1点取ってくるもんな。そうですよ、取ってファウルフライ、はい、取った、はい。これヤクルトの打順が悪くなるよね。そうなんです、次の回ね。だから6番からですよね。そうそうそう、回に入っていっちゃうんですよ。そうなんです。ただ西浦とか一発あるしな。そうですね、ただ一発があってもね、まだ、まあそうだね、2点あるっていうところがね。あ、ブルペンでデラロサ投げてますね。もうデラロサですね、はい。デラロサも 1.15 っていう防御率だけどさ、はい、なんか賑わわすよね、塁上。半分ぐらい今ヤクルトに頭がいってました。そうだね、こっちのヤクルト。なんで質問来てるでしょ。あ、質問というか、及川直之さん、この回大城あたりがホームラン打つとやめてる。いい感じで打ってるよね。ヤクルトの逆転の目が詰まれてしまうので、ここは抑えましょう、ね、ヤクルト。いや、大城の頭の中では、はい、もう一発しか考えてない、うん、昨日中澤から打ってんだよね、ホームラン、はい、同点ホームラン。 あと今日は打ったんですね。今日2本、2本ね、ヒットね。あ、ダメ班長さん、宮本コーチが明日開くからリリーフ全部つぎ込むって言ってましたよ。あ、そういうことか。まあそうだね、巨人はね、駒が本当に揃ってるとかちゃんといるから何でもできますね。休みたいんだよね、コーチも。あ、
全部投げさせておいて、はい、明日休み。明日は？いや、ずっとさ、はい、登板が空いてるピッチャーってさ、はい、ある程度調整するために休ませないんだよね。はい、でも投げさすことによって自分も休めるって、うんうんうん、次の日。あ、そういうのがあるんですね。やっぱ13連戦やった後休みたいでしょ。いやいや、みんな休みたいですもん ね。選手もコーチも監督も。あ、コウタさん、劇場型デラロサならランナー止まって上位打線ですよ。ああ、可能性あるね。もちろんありますよね。あ、アントンさん、スパチャありがとうございます。特に質問ないんですが、はい、いや、またヤクルト代を支払ってくれました。ありがとうございます。じゃあ今日はスパチャしてくれた方の名前を言いながら飲みますか。お一人ずつ。そう、余裕があればね。そうですね、一つ飲んでアントンって言って皆さんの名前を言いますか。最後の抑え。あー、デラロサ打たれてっていうのはちょっとおかしいです。ヤクルト打ってですね、ヤクルト打ってデラロサを攻略してください。西浦はどうかわからないけど、エスコバーがなんか打ちそうな感じですよね。デラロサからですか。どんなヒットですか。ホームランもないんだよね。うん、ないですね、エスコバーはね。だから、まあ、シングルヒットかツーベースか、はい、それでチャンスを作りそうだけどね、はい、やっぱね、エスコバーって外国人は合うね。エスコバー、うん、うん、タイミングは。やっぱタイミングの取り方っていうのは上手くなってきてるけど、はい、やっぱまだ抜けないね。外国人同士の戦いの方がなんか打つね、うん、あ、そうなんですね。そんなイメージは。あ、じゃあちょっとここはエスコバーが一つキーになるかもしれないですよね。あ、佐田春さん、中島選手がファーストでいいプレーを何度かしていますが、はい、ショートで上手かったことが生きているんでしょうか。それともファーストの適性があったんでしょうか。いやいや、やっぱりショートでしっかりできてる人ってさ、うん、やっぱどこ守らしても上手いよ。あ、やっぱりそうなんですね。そうそうそう、球の扱いが慣れてるというかさ、まあ、西武時代ショートでしたもんね。そうそうそう、うん、まあ、もちろんファーストっていうのはこうキャッチングだとか、はい、そういうのが上手くないとできないけど、はい、まあ、ショートやってた人は大体キャッチングも何もかも備わってるよ。うんうんうん。あ、こう、ジャビーさん、岡本選手三冠王行きますか、ね、できますか。三冠王打率がな、まあ、今シーズンではなくて、まあ、ゆくゆくはどうですか。あ、今シーズンはまあ難しい。あ、まあ、今シーズンはちょっと難しいと思うけど、はい、まあ、将来的には可能性はなくはないよね。もちろんそうですよね。もちろん可能性は秘めてる選手だよね。例えば村上選手であったりとか。村上の方があるかもね。可能性としては近いかも、うん。あと、スタートリックさん、小林捕手のトレードの話出てますけど、どう思われますか。これ実は動画先撮ったんですよ、ね、撮ったね、はい、可能性としてはなくはないと思うね、はい、ぜひ近日すぐアップされると思う。まあね、球団同士で貸し借りっていうのもあるからさ、レンタル系ですか、うん、だから困った時にちょっとあの選手をこの選手でトレードしてくれっていうのも、うん、やっぱあるよね。ありますか、うん。あ、スパチャデラヒーバ3000さん、いつもありがとうございます。ついでにジョーも飲んでください。本当、私の負担のかかることはやめてください。本当に、まあ、ね、ありがとうございます。あ、スパチャあやかさん、ありがとうございます。いつも見てます、楽しくということで、はい、ありがとうございます。じゃあね、あやかさんのためにも乾杯だな。一杯はあやかさんのため、はい、一杯はデラヒーバさんのため、はい、あと2人の方スパチャ来てたんですよね、はい、そうですね。あとはアントンさんで、最初の方に来てたのが、カズシ1969さん、はいはい、この4人のためにこの4本まず飲みますね、はいはい、はあ、すごい甘い香りがしてきます。なんでダメじゃん。ヤクルトは1本なら飲んだことあります、うん、でも1本以上とか2本以上飲んだことがないので、どんなことになってしまうのか、もしかしたら美味しく飲めちゃうかもしれないのか、可能性はあるね。マサヤさん、デラロサ頼む。あ、おー、ナイスプレー。松原選手、ナイスプレーですね。うん、あれ、ね、ポロンしてたら、ツーベースかスリーベースぐらいまで行きましたよね。まあ、ね、高津監督も辛いね。いや、辛すぎですよ。本当です。私なんかね、今日ね、頑張ってヤクルト飲めばいい話じゃないですか。でも高津監督なんてヤクルトを飲めばいい話じゃないんですもんね。そりゃそうだよ、本当に。どういう基準で比べてるの。いや、私が今世界で一番辛いと思ってたんですけど、ですけど、うん、いや、そうじゃないんだよなっていう。
あ、スパチャありがとうございます。佐藤誠也さん、ありがとうございます。ヤクルト代いただきました。これ佐藤誠也さんのためにまたいただきますね。これ佐藤誠也さんのため、はい。いやでもね、これね、逆転する場合があるんですよ。いや、可能性ある。はい、9号もワンアウト、今エスコバー、うん、2ボールノーストライクなので、これでね、フォアボールなんか出してくれたら。可能性あるよね。ありますよね。あ、スパチャありがとうございます。リンゴリンゴさん、いつもありがとうございます。ゆうたかさん、森藤さん、いつも楽しい動画ありがとうございます。 あ、サードゴロだよ。野球は2アウトか。そう、9回表2アウトからです。お二人はお酒を飲みますか。あー、でもね、はい、それまで飲んでたんだけど、コロナになって、はい、全く飲んでない。あ、そうなんですね、うん、やっぱ抵抗力を落としたくないっていうと。あ、抵抗力を落としたくないんだったら生きて腸で効く乳酸菌白高を飲んで、ね、いやだから、そのために飲まなくて、はい、もうここら辺は成長してるから腹の中であそうですか。私はお酒が弱いのでお酒は基本飲みません。ちょっとは飲む。ちょっとも飲まない、飲まない、うん、飲まないですね。あ、松本稲葉さん、スパチャありがとうございます。はい、じゃあこれ松本稲葉さんのため、最低でもこれは飲み切りますよ。ちゃんとスパチャいただいたんで、はい、いただきますよ。え、グレイさん、野球は2アウトからっていう由来は何なんですか。だから最後まで諦めるなっていうことだよね。うん、そうですよね。ああ、追い込まれてます。まあ一つアウト取るのってやっぱね、大変だから、はい。どんどんスパチャが来てます。あ、ありがとう。パールさん、ありがとうございます。ロッテファンなんですが、沢村投手のトレードについてどう思いますか。これパールさん、いやー、もうロッテは万々歳だよね。はい、コウタさん、スパチャありがとうございます。あ、三振が終わった。ユタカさん、さっきから可能性はあるしか言ってない。あ、そう。いや、もう終わっちゃった。終わっちゃったよ。え、最後誰、代打、誰、代打、山崎。え、三振、三振、え、三球三振、三球三振、何のために出てきたんですか。まあ、ルイに出るためだ。三球三振ってどういうことですか。あ、はい、消しゴムさん、三立てありがとうございました。この方は巨人ファンですか、ね。まあそうだよね。でしかね、だってもう赤ちゃんの方になってきちゃったもん。もうやだ、本当に。蔵前安46マークさんは、今度は横浜中日戦始まりました。あ、始まったんですね。はい、あ、や、政治、奥村さん、声が震えてきちゃった。やったって怖いの。え、怖いの。いや、わからない。でもこれだけさ、スパチャね、はい、誰々さんのためって言って、はい、それいただけるっていうのはありがたいよ。そうですね、はい、はい、そうですね。あ、TT さん、7連勝、巨人はね。ああ、はい、わかりました。昨日いい活躍したんですけど、ね、強いね、しかし強いですよ。誰か止めてくださいっていう、まあ、セ・リーグが盛り上がるためにもっていうことですけどね、うん、でも止めるにはっていう話も動画で撮った、ね、動画で撮ったのでね、はい、ぜひちょっとご覧ください。あ、モンリーザさんが、青木選手通算今2433安打なので、まあ、あと567で3000本。可能性がなくはないけどね、体が持つかどうかで。そうですね。その前に2500本安打でまたなんか、ね、まあ、やるでしょうね。う、あ、ゼロタクさん、13連戦 10勝1負け1引き分けで1回中止になってるので1球なんかボロボロになってる。顔が険しくなってるし。なんだかな。 ありがとうございます。シャスパチャ、ルビー・デラロサさん、はい、あ、勝木選手はどんな、あ、そうですね、ルビー・デラロサさんための1本です。はい、勝木選手はどんな選手ですか。勝木選手はやっぱ大型内野手で将来を嘱望されてロッテにいたんだよね、はい、だけど、まあ、ロッテでは出れるチャンスがなくて、はい、まあ、これからの選手だよ、将来的に見据えた選手、うん、はい、うん、終わりですか。そうだよ、はい、じゃあまあまあまあ情報的、情報としては少ないけど、はい、まあ、将来をこう嘱望されてるという大型のね、はい、そうですね、またジャイアンツのユニフォーム着て、また気分も新たに頑張ると思うけどね、はい、はい、今1153人の方が見てくださって、 ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ多分ね、あの今テレビの方ではですね、今原監督の監督インタビュー、はい、が行われてる、そのあれですね、後ろで
じゃあ、はい、じゃあいきますか、罰ゲームね。これは先週の罰ゲームです。広島巨人戦、広島 DeNA 戦、はい、私が負けたので、じゃあ、はい、来て働く腸で働く乳酸菌白鷹部、はい、いただきます。これスパチャのまず皆さん、ね、スパチャくださった皆さんの、はい、ここまでは吐けないよ。あ、そうです、そこまで吐くんですかこれって。多分吐くっていう情報なんだけどね。血糖値がやばそうってもあるんですか。まあ、そりゃそうだ、ね、そうですね。ゲップはしないだろ、さすがにな。スパチャありがとうございます。どんな、スパチャありがとうございます。まだ美味しい、全然、うん、涙目になってるよ、うん、ちょっと4人目、スパチャありがとうございます。5人目、スパチャありがとうございます。お、来た、もう、あ、急に来ました。来る、お、来た、そう、ビニール袋、これは何人目、5人目ですよね、はい、ここまでは絶対来ます。大丈夫です、戻ってきてもまだ美味しさが溢れてます。溢れてる、溢れてる感じじゃないけどね、全然6人目、スパチャありがとうございます。はい、ます。7人目、スパチャありがとうございます。はい、美味しさ戻ってるんでしょ。美味しさがスパチャのだからね。なんか酸っぱい、あ、胃液、分かりません混じってきた、甘さの中に喉の奥に酸っぱさを感じます。スパチャありがとう。まず9人目かな。そうだな、スパチャありがとうございます。で、これからはあれだからな、お、これからはあれだよ、真壁宏さん、スパチャ、あ、スパチャ、来た、来ました。じゃあこれ真壁宏さんのために読みますね、はい、はい、まあみんな応援してあげてね。うん、俺がやらしてるわけじゃないからね。ああ決め事だから広島が勝ってくれる、ああ決め事だろ。ああ来た、涙目になってる、ちょっと甘さの中の酸っぱさが際立つようになってきましたね。ああ、でも生きて腸に今効いてるんですよね、きっと。ああ、もう泳ぎまくってる、いいですよね、バタフライまで始めるから、はい、ああこれ何本目、11本目、そう、うん、あ、腹に限界もあるからな。あのね、これお腹の限界じゃないです、ここの限界なんです。甘くて、甘いっていうか、いや、すごく美味しいんですよ。本当、さすがヤクルト何本飲んでも飽きない。そんなありましたっけ、大文句、ヤクルトなかったっけ、はい、うわー、これ12本目、あー、もうこれ20本置いてるからね、まずとりあえず。これどなたかやったことあります、ある方います、ヤクルトの。もうなんか酔っ払ってきてるじゃないお酒入ってるよ、これ辛味ヤクルトになってる辛味ヤクルト、辛味酒じゃなくて。あー、これはね、どう表現したらいいんでしょうか。なんか頭が重くなってくる、重いです。血糖値が上がってんのかな。いや、そりゃそうだよ、急激に上がる。あ、無理、なんか頭のここら辺がすっごい甘いです、ズキズキする。いや、なんかいますね、ここに。あ、そう、あ、うん
おいおい、やるときそっちでやってよ。いやですよ、こっちに行きます。なんでだよ、こっちに行ってもいや、なんか飛んできそうじゃん、こうプシャーっと。ゆたかさん、行ってください、ちょっと手伝ってください。いやいや、それ1、2本は手伝うよ。いやいや、うわ最初のね、あ、美味しいね最初は美味しいでいけない。あの、炭酸なんかさ、子供の時なんてさ、1本飲んだら2本飲みたいとかさ、はい、いや、欲しかったけど、こんなにあるの幸せじゃない。おいしい、マジか。まあ、来ます、後から来ます、これ行ってください、豊さん。なんだよ、俺罰ゲームじゃないんだよ。あの、先週、急いで帰ったじゃないですか。それは仕事だから、ですよね。じゃあ、乾杯しよう。行ってください、ちょっと行ってください。はい、そう、ビニール、ビニールビニール、ビニール。これは、これは絶対みんなやっちゃダメ。本当に、本当に今、なぜやっちゃいけないかな、今ここで言えないので、これを YouTube が終わってから伝えます。これは危険。本当に絶対やっちゃダメですよ。炭酸なんかより絶対やっちゃダメなんで、これじゃあすいません、お願いします。血糖値上げたら困る。大丈夫です、上がんないです誰が決めるんだよ。ダメこれ炭酸なんかより危険なんで、これダメです。なぜ危険かは、今私の身に起こった出来事をここでお伝えすることができないのででもなんか笑顔じゃん。笑顔にしてるんですって。今とんでもないことが今体で起きたので、今飲んでください。どう、何いや、ちょっとさすがに YouTube では言えないですちょっと待って、飲んでください。なんだよ、俺そういうことか聞かされて、なんで俺が飲むの。飲むんです。罰ゲームお前やろう。俺の、ゆたかさん、私もこれあと1本飲んだら、私今ここでとんでもないことになるんで。本当に、あとね、今若干震えも来てるんですよ。可能性ある。はい、やっぱ血糖値急激に上がってるんで、漏らしたとかそういうことじゃないです。でもちびった、それもないです、それもないです、それはあの大丈夫です。あ、これはダメですよ、本当に。いや、俺はダメなんだね。大丈夫です、60過ぎて。あの大丈夫です、4本だったら。あと私多分14本ぐらいは行ってるんで、いけます、13本かな。大丈夫です。あと残りお願いします。さすが助っ人外国人。誰が外国人？ちょっとコップ使って。あ、もう。あ、これ本当に絶対皆さんやらないでくださいね。何？どのぐらいのあれがあるの？え？あの、あれより危険です。炭酸より。本当に？いや、でもここまで来たんだからヤクルトの CM が欲しいです。それは無理だよ。気持ち悪いとか言って。なんかすごい。ね、ここが寒いのかな、震えが止まらないのか。震えが止まらないだと、さっき私にできた出来事。ああ、私明日朝から生放送なんですけど、大丈夫ですか。いや、本当に笑い事じゃなくて。それまでは大丈夫です。本当ですか。ああ。まあそういうことで、あ、じゃあこれ飲み終わったらやめましょう。本当にこれを飲み終わったら閉めましょう。あの漏らしたとかそういうことではないので大丈夫ですよ。ああ大丈夫です。あの、本当飲みやすいですよね、やっぱヤクルトって。やっぱ美味しいよ。うん、うん、あのやっぱ適量を飲めば美味しい。いや、まあ、絶対そうだし、やっぱりあの生きたまま腸に効く白鷹ぶっていうのはやっぱいいと思います。ただやっぱ何事にも、まあ、ヤクルト応援してたからな。そうですね、何事にも適量というものがあるんで、うん、はい、ということで、何をさせられてるのかよくわからないですけども、まあ罰ゲームがあるというね。そうですね、これは先週の罰ゲーム。そして、大丈夫ですか、豊さん。なんかな、ちょっと涙目になります。そうですね、まあ早く締めた方が、そうですね、大事にならない、大事にならないですね。で、今日は、巨人対ヤクルト戦、はい、巨人が連勝ということで、ゲームが終わりました。で、来週の罰ゲームは、はいはい、森内の
尻文字だって。そうですね。尻文字です。来週の日曜日もまた生配信するので、はい、ぜひお楽しみにしてください。はい。じゃあどうも、はい。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。